はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストケース、さて続きやっていきたいと思います。ですね、あれからちょっと鍛えましてね、この3のハテナとかね、サボテンゴールド言ったじゃないですか、そんなんもね、入るんだね、やっぱりね。いらっしゃいませ。で、裏で結構やったんだけど、バクラバ砂丘の、今いたとこのね、まあ、新しいとこも行くけど、この強クエストあるじゃないですか。そこもね、まあ、ステージはね、もう飛ばしていいかな。まあ、全部、まあ、似たような感じっつうか。で、さまよう鎧いるんで、多分これもスコア上げたら取れるよね。ね。やってみよう。ここら辺の推奨レベルが23とかだったから、全員25ぐらいまで上げてんだよね。剣士の魂が宿りし、鎧の魔物。まあちょっとした運要素もあるけどね、最初の。おお、この調子。はあ、へい。はあ、この調子。おお。はあ。へい。おお、結構やっぱ食らうな。はあ、へい。はあ、へい。もう一丁。この中からね、崩せるものは崩したいから。いいわね。おお、へい、いいわね。おお、へい。今は茨まず崩して。やっぱストア出ないね、あんまりね。倒せはするんだけど、まあ、今初ですか、今初めて挑戦して初めて倒しましたね。だからスコアがね、あー惜しい。だからまあ、これで宝2つ多分取れるでしょ。下のやつって何だ、38体以内にクリアを達成して、あ、やっぱなんかあんだね。まあこれがまた次のミッションで増えてて、14万以上だって。まあ、時間かければいけんのかな。ありがとうございました。なんだけど今回の趣旨が次の場所行きます。まあ、今のはちょっとおまけ的にね。だからうまくいけば、まあ、全部ここまで入れちゃおうかな。トロデン、あ、エイトの話だ。リブルアーチの開口へ。え、ちょっと待って、ってことはあのオープニングにいたイカとか出てくる系かな。あ、違う、こっちの方か。海竜、海竜いいんだ。おお、また新キャラだね。プチアーノン、これなんだっけ。シーメダーじゃねえな。全くやれやれだぜ。早速困ってる人発見。カズボンもちろん助けてあげるでしょ。え、なんだお前たち。まあいいか、こっから船で西に向かいたいんだが、途中に巨大な海竜がいてな。なるほどなるほど。お、任せなさいね、カズボー。ステーシーさん、とりあえず西に行こう。来ないね。なんだっけあいつ。お、しびれクラゲもいる。よろしく。おすすめレベル20だね。
まあドラ消しはね、まあ隠しとか見つけたらそこまたやろうかな。お、シーメイダ。シーメイダ、チアーノン、シビレクラゲ。ドラ消しとドラ消しの間を邪魔する壁があるわね。お、ほんとだ。壁に遮られたドラ消しは動かせないかも。壁に気をつけて列消し消し。だから挟めば消えるってことでしょうか。ね。そんな苦ではない。もういっちょ。あ、壊せんじゃん。この調子。まあ、鍛えたりしないとスコアは出ないから、まあ、何回も何回もやってねって感じで。いいわね。ぶっ壊れるぞ、これ。これ。お、まず一回じゃ、行かなくなった。よしよし。まあ、こんな感じで。消し消しも集めていって。やっぱ一回ね、あの、錬金するとね、消しゴム消えちゃうから。だから、鍛えたやつ、どうなんだろうね。鍛えた分も消えちゃうんかな。ちょっとそこら辺わかんないけどね。だから、むやみやたらに鍛えない方がいいのかな。まあ、そのままの状態なんかもわかんないしね。だから相性みたいなのあるからね。それでちゃんとスコア稼がないと。まあ意味がなかったりするんで。ギリ届かねえっていうね。まあ相当時間かかるんで、まあ、この調子でクリアしたと思っていただければ。で、なんか錬金できるのあればまた紹介しますね。あと隠しのところにまたあのサボテンゴールドみたいなの多分いいと思うんで。あのシーメイダの色違いとこ出てきたね。4の5かな、4の6かな。今フェア、あ、そう、マリンフェアリーだ、そうだね。ドラケエイトだね、これね。エイトにしかいないよな、こんなの。確か。今回ちょっと多めにやろうかなと思って。もう、初日はさ、何本も動画出したけど。弱点つくとさ、やっぱスコア上がるから、ね、星2ぐらいで止まっちゃうんだけどさ、とりあえず、まあ、クリアできればいいかな。まあ、進んでればね、ある程度入るんで、
まあそれで入ってないところはね、入ってないキャラは何回もやって取るしかないかな。このハテナのとことかさ、17まで、18までなんか一ステージずつ増えていってんな。やっぱ最後とどめ刺すときね、やっぱダメージでかいとね。まあスコア出やすくはなんだけど、まあ火力不足につき、まあスコアいかなかったりとかもあるよな、これ。ダイオウイカとかも出てきてんだけどね。12万でもいかないんだよ。まあ行くとこは行くけどね。やっぱ属性とかもあるんでしょうし。まあね、あんまり消し消し持ってないんで、まだね、リリースした次の日だからね。だからあそこの隠しとかもまだ行ってないけど、まあ行けるときに行こう、あれは。よろしく。消し消し集めみたいな、後でパート作ろうかな。今回ここと、まあ、あわよくばここの今日やって、まあそんな感じで進んでいけばいいんじゃねえかなと思うんだけど。そろそろこっちのレベルもやばくなってきたから、いいね。ケチケチ手に入れないといけないね。まあそうなってくると最初のやっぱリセマラした方が良かったんかなとかも思うけど、まあいいでしょうかね。あんましたくないしね。いいわね。おお、この調子。ジゴフラッシュとかやってるんでしょ。あ、でもまあ勝てなくはない。ソウルはしょうがない。回復のために入れてるからね。もういっちょ。だからソウルの代わりにアタッカー入れとけばダメージは出るよね。なんだけど、どうなんだろう。最後プラス合わせてとどめさせばいいよね。お、いいとこに出た。いいとこに出たから多分あれでとどめいけんじゃねえかな。次でとどめいっちゃうんだよな。どうなんこれスコア。4600か。おめでとう。星いくこれ。なんかギリだよね。あ、いかねいかね。やっぱ残り HP 回復してからやっぱとどめの方がいいよね。やっぱりちょっとレベル上げて倒さないと、まあ属性もそうだけど、まあちょっとレベル不足なんだろうなっていう気はするけど、まあ倒せなくはないね。倒せんだけど、まあ本当に完封するには、ね、余裕こいた方がいいかなっていう感じなんだね。だんだん分かってきた。だから本当にいい消し消し持っていればスコアいくよね。だからここの強とかもあるから、ん、星3つを取ると本来進行可能になります。不具合をお知らせ。ああ、そういうのあったんだ。だからここまで来てる人いたんだろう。内海強って、何がいいんだ。
こいつがいる。なるほど。で、レベルいくつ？あれ？進行不能だね。いけないの？まだここって。鉄筋、この海でたくさん魔物を倒すと宝箱？だけどいけないよ。進行不能になる。3出さないといけないのか。そういうことか。じゃあもうちょっと強くしなくちゃいけないんだね。いや、今日は後回し。いらっしゃいませ。はい。ということで、まあ、鍛えまくりだね。ガチャ回すか？スタンプ押しちゃうね。こう、メタスラとかね、まあなんかあんだろうな。よし、ドラポンを回すぞ。10回回す。ゴールドで回せっからね。今、2回分ぐらい。もういい、いいの出るぞ。こんなドラ消しに出会えるのかな。金。金は嬉しいけどさ、コーヒーと悪い。次回までにね、鍛えておきますんで、またね。お！お、出た！あ、プラスされたね。ファジャン釣り。だから、これでキャラクターを、これもプラスされたね。かぶったね。かぶったけどいいや。スキルアップするからね。いやー、今使ってんだけど、これ強いよね。スコアアップにつながるよね。この5のやつ鍛えれば。だからそれの属性が何なのかって話であって。お、鬼面同士。じゃねえや、幻術師だ。鬼面同士赤だ。もう頭の中あれだ、ブラスじいちゃんだった今。鬼面同士だからあれ。なんだこれ。お、これは？回復かな。四角。いや、そうなんだけど、お、リガーンですか。ちょっとこれ、まあサイクロプスとね、ちょっとまあ青だけどね、サイクロプスはね、消しゴムだとなんか色似てるよね。微妙なとこつくな。ヘルジュラシックとかさ、あれじゃなくてさ、何？もう一回回そうぜ。スライムエンペラーって、どんなドラ消しに出会えるのかな。あ、金が一個出た。化けろ。やっぱ 3% ぐらいなんだな。あ、化けなかったね。あ、化けた。やっぱやった、虹が出た。いや、いいね、いいね。お、盗賊男だ。いいね、いいね。これを使って次回攻略していくね。お、ニトロ。ね。ニトロってわかります？爆弾ベビーの5で仲間入れたらニトロって名前。ダッシュランとかさ、ヒルズらしくじゃなくて、テラノライナーってあたりがね、またね。アタッカーの5欲しいな。エンペラー、お、あ、マージ系いいんだ。これも全部いいんだろうな、多分。あ、いないんかな。おう。エビルホーク、丸。星5。アタッカー、なんかば、お、お、グレートドラゴンだ。やった。三角の武器あったな。それと合わせっか。え、さっきのエンペラーってさ、三角だった？あ、三角だ。やった。合わせられんじゃん。
ちょっと待って。ちょっと今までのところ巡ってこようか。お、かぶったね。いやいやいや、別に。よし、もうそろそろね、ちょっとこうやっていかないときつい部分はあるよね。あ、いいんじゃね？幸先いいんじゃねえの？あ、鏡全制覇。よっしゃ。よっしゃ。多分あれ回復系なんじゃねえかなと思うんだけど、どうなん？だから、あ、やべえ。この勇者が消されると嫌なんですよ。これこれ。そうでしょ。あと三角の明治ももんじゃか。これなんか回復できそうな気するんだけどダメ。盗賊女とか入れてもいいかもね。いや、これでいいや。ここでもご褒美もらえますからね。あ、はやぶさの剣、いいねいいね。ちょっとレベル上げればね、さらに上あんだ。なんかでもあったな、下の方に。そういえば、よっしゃ。ということで次回からこやつらを。あー、海竜14枚以上達成で海竜がもらえる。だからさまよう鎧と、まあ、海竜は捕まえといていいかな。新しいミッションだよ、ね、これでレベル上げてもいいしね、別に。新しいミッションだよ。よっしゃ、じゃあ即戦力にしたいと思います。